京都東山八坂神社の門前に日本最大の花街祇園が広がっています。1キロ四方に満たない瓦屋根の小さな町に100人ほどの女性たちが働いています。町にあふれる外国人観光客のお目当ては芸妓や舞妓が生活の場である置屋からお座敷に向かう姿です。 I'm looking for the geishas. She is Japanese symbol. Oh, there's one over there. 芸妓とは舞などの芸を磨きお座敷でのもてなしの技を身につけた女性。一方舞妓は芸妓になるための修行中の少女です。彼女たちが向かうお茶屋は言わずと知れた一元さんお断り。神秘のベールをまとったその奥にもさまざまなしきたりがあります。先輩後輩はちぎりを交わし生涯姉妹として生きなければならない。本分はゲイであり厳しい鍛錬を積まねばならない。そして美しくあり続けなければならない。そんな祇園で200年続いてきたお茶屋が富代です。一目惚れやな八代目おかみ太田紀美さん77歳。着物にはいつもさりげないおしゃれが散りばめられています。ジュディ・ワントこれこれこれお月さんお月さんどうする200年間富代のおかみは代々母から娘へと受け継がれてきました。私の母です。7代目です。おかみとなる者は結婚できないのが富代の家訓。未婚のまま娘を産むか養女を迎えてきました。先代のおかみもその家訓を守り太田さんを産みました。ものすごい厳しいお方でしたね。私らもずっと生涯母には敬語で喋ってましたもん。ほんまに自分にも厳しいお方やったし、いかにお客さんがほっこりしていただくかっていうことをものすごいしてありましたね。ものすごい尊敬してます。怖かったけど俳優、芸術家、政財界の大物、遊びを知り尽くした名だたる男たちを魅了してきたお座敷。富代ののれんをくぐれることは一流の証となってきました。この日お客さんの好意でお座敷にテレビカメラという物粋なものを持ち込むことが許されました。ありがとうございます。この日のお客さんは誰もが知る大企業の社長と京都財界の実力者たち。しかし肩書きだけでは入れないのが祇園です。大金を積んでも馴染み客の紹介がなければここに座ることはできません。今日はようこそ。どうもすいません。始めさせていただきましょう、はい、お座敷に呼ばれたのは祇園きっての美人芸妓。お茶屋のおかみの大事な仕事は客の好みや目的に合わせ最もふさわしい芸妓を選ぶことです。
今日はたまたま和食の日ということになってましてね、まあ、ぜひあの富雄さんのおもてなしの心十分味わってもらって。もうそんな。じゃあ乾杯。乾杯。おかみになって43年たどり着いた境地があります。お客を愛しい恋人だと思い心から尽くすこと。お座敷に出されるのは一流の料亭が届ける贅を尽くした懐石料理。しかしお客によっては時に手作りの料理を振る舞うこともあります。料亭さんの料理ばっかりの方やしと思ってちょっとこの間お筑前だけしたら喜ばれた。どんな大物もおかみさんのおもてなしの虜になってきました。もう40、50年か他にはもう絶対行かない。初恋の彼女に似てると季節は秋。おかみさんはお座敷を秋の演出で彩っていました。おー、ちゃんともみじやな。もみじがね、ちゃんと入れてきました。秋の夜長に美しい芸妓さんと組み交わす一つ杯。よくぞ男に生まれけり。つかの間の夢に酔いしれます。そのブロー綺麗なブロー、ね、ええもっと絵の交代。お座敷に艶っぽい空気が流れ出した頃、舞が始まりました。磨き抜かれた舞こそが祇園の芸妓の最高のもてなしです。おかみさんが選んだ演目は黒髪。恋人を失った女性の独り寝の寂しさを舞います。祇園の芸舞妓もまた結婚することは許されません。結婚を選んだ女性は祇園を去らなければなりません。すべてをお客に捧げるために生まれたしきたりです。